料理人の方とはやっぱりこうコミュニケーション当然取材とかして取るので、ただ自分はメディアを通じて発信してるので、リアルにこう視聴者さんとか読者さんみたいにするとこうそこに同時にいるっていう機会って、まあ今までコロナっていうのもあってやっぱりリアルでこうそういう場っていうのが自分はすごく今日は楽しかったし、むしろこうダイレクトにちゃんと伝わるんだなっていう実感、うん、がしてすごい今日はいろんな意味で興味深かったですね、はい、そうですね、あの普段、まあ、島原という土地で、まあ、夫婦で、まあ、やっているんですけど、まあ、こう 丸の内に初めて来てこう人のエネルギーというんですかね、やっぱこう人たちこう集って集まって同じ目的で、で、まあ、こういう関係性っていうのにすごくいいなと、はい、刺激をいただきました。いや今日はまあ本当それぞれあの作ってる場所が違う、まあ、僕とあの井上さんと違うんですけど、やっぱなんか使命感というかは結構同じ で、まあ、何かこう自分たちができるアクションをその土地で起こさなきゃいけないっていう一つのツールに、まあ、地方の食材があったりとか、まあ、地方の文化があったりとか、まあ、そういう部分がなんかフックになるツールとしてなんかあったなと、早速ですがお食事を、お配りしていきたいと思います。この、イート&リードトークサロンの恒例でございまして、薬師陣さんがゲストのお二方にちなんだ食材を用いて、おむすびとお味噌汁をご用意させていただいております。薬師陣さんからご紹介をお願いいたします。今日お二人にまあ、育ったお味噌はどんなお味噌ですかとか、ご飯のお供をいつも何つけてますかとかって言ってたんですけど、まあ、もうねお二人とも料理人ともうジャーナリストですから、もうあまり凝ったことはせず非常にシンプルです。ぜひ白いご飯のおむすびから召し上がっていただきたいんですけども、これ同じ品種のニコマルっていう品種の、白米を使ってどちらも、新米で、お出ししてるんですが、白米の方がペシコの井上さんの、郷土の島原の、このニコマルという品種の新米と島原のお水と、そして島原の近くの有明海の海水から作った藻塩で作った、まあ、お米も調味料もお水も全部取り寄せた、まあ、島原のお米を味わっていただこうかなとっていう非常にシンプルなもので、でその後にぜひもう一つのお米が同じニコマルという品種なんですけども、僕の実家が愛媛なんですが、まあ、ずっと育って湯にでも使っている、ニコマルという品種、愛媛のニコマルですね。で同じ品種なんですけど産地が違って、愛媛のお水で、そして味付けは愛媛の、郷土のですね大洲市っていうところにある梶田醤油さんの、ちょっとお味噌をですね、使ってちょっと焼いた、焼きおにぎりにしてます。こちら麦味噌ですね。そうですね、麦味噌ですね、はい、ちょっと甘めの麦味噌を、炊く時にもすでに入れて味噌の香りのプンとする、おにぎりに仕立てます。でもう一つが島原といえばというもう郷土料理なんですが、具雑煮という、お料理があって、これはもう詳しく井上シェフから教えていただきたいんですけど、本当に正月しか食べない雑煮なんですけど、まあ、島原の戦に勝って、まあ、海の幸山の幸が入った、本当はお餅が入っているものなんですけども、ちょっと今旬のレンコンを使ってレンコン餅ですね、中に具材がたっぷりエビ、アナゴ、鶏肉、いろんな海のもの山のものが入ったちょっとゴロゴロ豪華なレンコン餅になってます。でレンコンのすり流しに、この梶田さんの甘い麦味噌を入れてですね、ちょっとお味噌汁に仕立てにしてますので、ぜひおにぎりから召し上がっていただいて、たまにこのレンコンの、すり流しで、ちょっと一息ついていただければなと思っております。はい、お腹が空いてくる時間帯ですから、はい、今日は井上さんと中村さんにも事前に実はお召し上がりいただいたんですが、ね、はい、召し上がっていただきました、はい、井上さんいかがでしたか。いや具雑煮の再構築が新しくなんかこう、うん、見た目は新しいんですけど食べたらこう懐かしさがあるというか、うん、こうそういうほっと入ってくるような
甘みがまたですね九州らしくてすごく美味しかったです。はい、です。あの具雑煮というのはあの島原で、お雑煮のことだそうなんですが、あの山の幸と海の幸をあの両方入れて、あのおばあちゃんが一家であの必ずおばあちゃんのお仕事として毎回こう作られていくお正月の味だそうです。ありがとうございます。中村さん、お味いかがでしたか？贅沢ですよね。島原のお米で島原のお水ですよ。で実は僕今年の初め島原をずっと取材したんですよ、うん、島原はね、まあ、素晴らしいものがいっぱいあるんですけど、水がきれい。あ、何なんだ、湧き水がすごいんですよね。湧き水が、はい、近もうね、島原の町に水路っていうかもう湧き水がいっぱいあって、うん、あ、島原の食材がいいのはこの水だなと思って、はい、その水で炊いたこの煮込まるが美味しくてびっくりしました。うん、あとこのお味噌は自分がいつも使ってる愛媛 の, あの 梶田さんって、僕すごいお友達のお味噌なので、ちょっとそのお話をあの愛媛出身の薬師寺さん出したら今日それ使っていただいたんで、非常に自分はもう最高のこの一皿でした。今日はありがとうございます。あ、ちなみにこの具雑煮って僕聞いたんですけど、もともと島原って多分島原の乱か天草四郎かどちらかが籠城してみんな城にこもった時にある素材で作っ戦のため の, あ の, そのまあ戦うために山のものも海のものもありったけで栄養つけたっていう風にっていう伝説がある。伝説じゃなくてきっと本当なんだよね、きっとね。はい、本当ですね。ありがとうございます。めちゃくちゃうまいです、このあの、はい、レンコン餅が。はい、それでは早速トークセッションに入ってまいります。まずですね、第一の質問、今の土地をどうして選ばれましたかというご質問です。あの今日はあの土地とつながる食というテーマを中心に置かせていただいておりますけれども、まず、井上さんから今、まあ島原のご出身ということが明快にありますけれども、島原をご自身 の, その食の表現の場として選ばれた理由っていうのをお聞かせいただけますか？そうですね、自分は自分が生まれ育った場所でレストランを やらせていただいてるんですけど、なぜか、そうですね、本当単純なんですけど、まあ、好きだとかでもこう愛着があるからだと思うんですよね。自分もこう、まあ、18で島原を一回出て、で、まあ、20歳前後で東南アジアを中心にあの旅をする機会があったんですけど、やっぱこう、まあ、旅をしてやっぱそういう場所に行くとすごくないものを見るとすごく楽しかったりとか、あと綺麗だったりとか、うん、なんかこういろいろあるんですけど、旅をするたびにやっぱ地元での良さもまた見えてくるというか、やっぱそういうですね、こうそういう気持ちもあって、まあ、いずれは地元でレストランができればなという思いで戻ってきました。はい、あのお父様がお魚屋さんを営んでいらっしゃるということはあの非常に知られているお話ですけれども、はい、あの井上さんにとってその里浜ガストロノミーって銘打っていらっしゃるほど、その目の前にある海っていうのは、浜っていうのはどんな存在ですか？そうですね、僕がその里浜ガストロミーってつけてるのも、やっぱり料理を始めたのもやっぱ父の影響がすごく大きくて、まあ、父がこう、まあ、スーパーをやりながら鮮魚店をやってたんですけど、まあ、こう父がこう競ったお魚で自分が料理ができればなという思いやってて、でそれでやっぱちっちゃい時からすごい魚が好きで、まあ、市場とかそういうの行ったんですけど、うん、やっぱその時の景色が忘れられないというか、すごく活気があって魚もいっぱい取れて、そういう思い出があるんですけど、でも実質自分が大人になってさあやるぞと思った時に、見た時にやっぱりすごく、まあ、漁協がなくなっていたりとか、漁師さんがいなくなっていたりとか、うん、やっぱりこう魚が取れなくなっていたりとか、そういうことを見た時に、なんて言うんだろう、あ、それをもう一度豊かにしたいというか、やっぱレストランをすることによって、じゃあそういうお魚の、じゃあ取りすぎないようにいい魚だけを取って価値をつけようとか、あとはそういう漁師さんとつながってどうすればいいか一緒に考えようとか、やっぱそういう思いが常にあったので、やっぱそういうお魚をテーマに、里浜ガストロミーという一つの言葉をテーマに、まあ、こう海との接点というか、そういう環境との接点を、まあ、料理を通して、まあ、レストランを通して、そういう存在意義を持ち続けていればなと思って、はい、やってます。まあ、今世界の人がね、はい、まあ、日本の人でもいいんですけど、旅人に、まあ、いろんな国がいろんな機関でアンケートを取ると、うん、
その旅する目的は何ですかっていう、もう1位は、ね、圧倒的に食文化なんですよ。はあ、で昔は自然遺産があるとか歴史的な、まあそういう建造物があるとか、フレンドリーであるとか安全安心とか、コストパフォーマンスがいいとかっていうのが上に来たんです。今どんなアンケートでも1位が 食体験、7位、日本に来るお客さんの場合は7位か8位がお酒なんですよ。で両方合わせると日本はもうほとんど皆さん旅する目的は食体験なんですよね。そうすると、やっぱりそこに行かないと食べられないお料理っていうのをやっぱりみんな求めていくと。次の質問に参ります。その土地ならではの食を通じてどんなことを伝えたいと思っていらっしゃいますかというご質問なんですけれども、薬師陣さんはいかがですか。東京という場所で、選んでいらっしゃいますけれども、まあ、いろんなところからお客様いらっしゃいますよね。そうですね。今日 あのおにぎりとかもそうなんですけど、世界共通で味わうことを、まあ、なんかもう少し楽しみにしてもらいたいなと、味わった結果が楽しい楽しくない、おいしいおいしくないではなく、なんか楽しみ方の提案というかっていう部分で今回、まあ本当、まあ、この新米であり現地のお水で現地の海水から取ったもう塩でとか、これもなんか東京ならではというか東京インフラならではな部分もあって、はい、僕は本当いろいろ産地巡りをさせていただいて、なかなかこう東京に入ってこない知名度のないローカル食材とまた違うローカル食材の掛け算というのも東京ならではの提案をこちらがして、あと楽しみ方の提案をすると、もう少しこう付加価値というかが加算されて美味しさにつながっていくのかなっていう部分なので、なんか僕なりの解釈でこういうお料理にしましたという提案がなんかまあ今やってることっていう感じですかね、はい。で丸の内という町で食を切り口にできること、なんかこうだからこそ町だからこそできることみたいなこと、あるいはやってみたいと思うことがあったらお聞かせいただけますか。もっとその日本の武器は 食文化な、あとシェフ なので、はい、これが、日本の武器だっていうのをもっと東京丸の内からも発信できたら、まあ、今日もこう、それでその一環だと思うんだけど、そうですね、いろんな人にもっと積極的に発信していきたいなとは思ってます。ありがとうございます。はい、ぜひベストレストラン50を東京発信でやれたらいいですね。だから行政の人とかさ政治の人とかがこれ日本の安全保障、はい、もちろんいろんな安全保障あるけど、食の胃袋をつかむってすごい僕は安全保障だと思うんですよ。はい、だ多くの人がアジアの人もさ、チャイナメインランドの人もヨーロッパの人も、あ、まあ、東京うまいから攻めたくないよねとかさ思わせた方がいいわけでしょこれは僕は究極の平和的な安全保障じゃないかなと思ってるんですよね。まあ、取り組めることでやっぱこうやって丸の内ってやっぱいろんな、じゃあいろんな地方の人たちが集まってとか、やっぱいろんな人たちがこう、はい、集まる場所だと思うので、やっぱそういうきっかけを作る場所、さっき中村さんの話も使うんですけど、やっぱこうきっかけっていうのがすごく重要で、じゃあそのきっかけをどう生かして発信していくかとかもそういうのになってくるので、料理人という職業は本当に私たちは総合芸術だと思ってまして、いろんな視点で本当に同時期に旬を捉え、美意識も捉えっていうことを表現されているわけですけれども、最後に井上さん、まあ、こういった席に実はお越しになるのは珍しいということで、もしよかったら未来に向けて取り組みたいこと、よかったらお聞かせいただけますか。そうですね、まあ、こういう場所に立たせていただいて、まあ、未来に向けて、まあ、とりあえずこう今、まあ、地方だとかローカルだとか、まあ、ローカルガソリンだとか、やっぱその地方をアピールする、いいようにアピールするっていうすごく動きはありがたくいいことだと思うんですけど、やっぱその反面やっぱこうレストランでもこういいところであり続けないといけないんですけど、やっぱ産地にいるとそうでない部分をすごく自分たちは見ているというか、やっぱり農産物にしよう海産物にしよう、まあ、それが 海に与える影響だったりだとか、やっぱそういう、まあ、自然環境だとか、やっぱ今自分たちがやれてることがもう数年後にはできない状況が来るかもしれないというのが見えているし、はい、で東京にも
いい食材が集まってるけど、その産地がダメになってしまえば東京もダメになってしまうような状況になってしまうので、うん、やっぱそういうのはやっぱり、まあ、こういう場所に来て、まあ、意識がとかこう考えがある人たちとどうすればいいかを工夫や知恵を絞り合ってですね、やっぱりより良い食材を守っていくために、まあ、それが日本の文化につながっていくというか、やっぱ自分たちがやっていてそれ以上のことをやっぱり自分たちの世代に残すじゃないけど、食材の財産としてでもそうだし、まあ、一つ一つの選択で未来を変わっていくと思うので、まあ、そういうのをみんなで力を合わせて、はい、頑張っていければなと。島原でその培われてきた食事とか、まあ、郷土食とか、はい、あるいはその食材とか、だんだんこう文化が変わって環境も変わってきて、守ろうとしないと守られなくなってきているっていうようなことをおっしゃってましたけれども、はい、安全なものをいいものを平等にすることは、すごく均一化することはみんなが食べれるのはすごくいいことなんですけど、でもその反面地域から生まれたものがなくなってしまえば、はい、地域の個性がなくなっていくんですよね。だからこう田舎にいるんだけど、もうコンビニもあるし道路もきれいだし、そういう住むのには便利なんだけど、でもやっぱりじゃあ何があるのかって言ったら、昔はこれがあったけどもうないっていうのが当たり前にあるので、うん、まあ、そういうのをやっぱり自分たちはもっとおじいちゃんおばちゃんたちから知恵とか工夫をいただいて、はい、そういうのを料理と生かして、やっぱ今の時代にこう美味しさとして発信できればなと、はい、思っております。中村さん、今日の皆さんとのお話の中で一言おまとめをいただいてもよろしいですか。まあ、さっき、薬師陣さんも言ってたけど、レストランがメディアになったっていう言われても多分15年とかそんぐらいだと思うんですよね。で、まあ、メディアの力がなくなったっていうこともあるんですけど、彼らがもう情報の発信の源になってるっていう意味では、まあ彼らの時代だとも思うし、まあ、その分、まあ、すごくこう、まあね、考えなきゃいけない彼らに負担がかかってるのかなっていうのもすごく思うので、まあ、そういう意味ではこういう場を通じてみんなとこの課題をシェアするっていうのはすごい、はい、大事なことだなと、思いましたね。彼らを応援することが、まあ、ひいては日本の食とか食環境っていうのを保全することになると思うので、うん、まあ、そういう意味ではこういう機会をどんどん増やしていってもらえたらいいかなと思いますね、はいはい。最後に薬師陣さんお願いいたします。そうですね、もうお二人まとめてくださったんですけど、なんかもう、まあ、本当この回もそうなんですけど、これアーカイブされて料理人さんも見ていただくので、まあ、一つそのやっぱ自分の働いてる時間にまず疑問を持つことがすごく大事なのかなと思って、一回僕も週4の営業にちょっとトライしてみようというので、自分のインプットの時間を増やしながら、まあ、こういう企画を一緒に作っていったり、まあ、こういうことをした方がいいんじゃないか、こういう活動に、まあまあ、それこそ本当お金にはならないけどやった方がいいことだったり、自分の時間の使い方を、まあ、うちのスタッフもそうですけど、大事にできる余白を持つっていうことがすごく大事だなとすごく思っているので、今回を機会に食で何かをしようとしている人たちだったり、ビジネスのフックに食だなと思ってもらっている方も含め、なんかこういう興味を持ってもらったらいいのかなと思います。ちなみに井上さんは余白、いつもこう自分自身に戻れる時間というのはどういうふうに取っていらっしゃるんですか。そうですね、余白、うちもなんですか、お昼だけの営業なので、はい、夜はまあ家族と過ごしたりとか、まあ、それによって朝早く起きて市場に行けたりだとか、誰もいない道路を走って畑に行けるとか、うん、まあ、そういう余白の中で物事はああしようこうしようって考えているので、やっぱりその余白っていうのはやっぱ自分で考えて作るべきだと思うので、はい、やっぱ今じゃあ自分が何に時間を使っているかとか何が大切なのかは自分自身で問いながらですね、やっぱそういうのを自分自身で選択していって、でそれが価値というか、うん、存在につながっていければ素晴らしいことだと思うし、やっぱそういう時代になってきているので、はい、うん、ありがとうございます。私たち消費者としても食べるということを通して食や環境を支えていくことができるんだなとお三方とお話ししていて思いました。なお次回第6回は年明け2023年1月24日火曜日の
午後6時半から8時半まで開催いたします。次回のテーマは食の価値観から見える未来予測ということで、ゲストには外苑前にあるレストランジュリアのエグゼクティブシェフでいらっしゃいますナオさんと、それからアーティストでフードクリエーション主催の諏訪彩子さんをお招きいたします。ファシリテーターには引き続き薬師陣さんをお迎えいたします。皆様のご参加をお待ちしております。一つの思い出を料理にした、人を励ます力があるという、まあ、そういうのに目覚めたというか、それがで焼きそば作ってくれて、吉本新喜劇というそのセットでそこは両方あってそれぞれ作ってくれて、人を励ましたり、母が作ったさつまいもの天ぷら、これがもう大好きで、けどそのあんまり美味しくないなって子供ながら思っていたものが原体験なのかなと。自分はですね、レバーとブルーチーズですね。中村さんの多分両方とも初めて食べたのが幼稚園ぐらいだと思うんですけどもあまりにうまくて衝撃的で、これはなんだって言って周りの大人が、はい、それ美味しいのっていうか、こんな美味しいものがあるのかと思って、はい、衝撃を受けた2つの食べ物ですね。義祖母が作ってくるほうれん草の白あえですね。はい、白あえで何かあるごとに行った時に絶対白あえが出てくるんです、ほうれん草、大きな鍋で尋常じゃない、家庭じゃ食べ消費できないほうれん草を茹でてすり鉢でこすってするんですけど、それを全部配って回るおばあちゃん、まあ、そういう見た時に、あ、自分もなんかそういうほうれん草も白あえじゃないけどそういう料理を作りたいって言って、今冬のほうれん草の一皿っていうのがあるんですけど、そのおばあちゃんからもらったその思い出を料理にした一皿。各地なんかそういう環境問題に関しての、例えば一番下の子の取り組みとか時代をどう考えてるかとかちょっとお聞きしたいんですけれども、まあ、なんかルーティンにしなきゃいけないことはルーティンにしながら、なんか自分でシェフちょっとセミナーに行ってきますとか、ワインの試飲会があるんでちょっと行ってみたいんですけどとかっていう、なんか自分でこう Google カレンダーをみんなスタッフで共有しながら、各それぞれがみんな企画発案者であり、まあ、各みんながサポート役でもあり、まあ、裏方の仕事も理解し、なんかメインの仕事も理解しっていう感じで、まあ、チーム作りしてるのがまあ特徴で、まあ、本当開業準備から始めて2年半なんですけど、誰も辞めず人は増え続けてる感じですね。今どうやってアクションを起こすかっていう部分になってくると思うんですけど、やっぱり言われたようにこう時間が必要というか、やっぱりどうしてもこう雇われというか、やっぱチームに入ると、まあ、ほとんどの飲食店が多分使い倒されるじゃないですけど、もう何でも自分でやって、その時間が結局ない、余裕がないんですよね、まあ、役割役割をちゃんと理解しながら丁寧に生きていくことが、まあ、そういうことにつながっていくんじゃないのかなっていう思っています。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあ、初めて丸の内という場所に来させていただいたんですけど、はい、本当いろんな方がいていろんな意見があって、でもこうなんですかね、食とつながる、まあ、地域とつながることもあるんですけど、やっぱこの場所につながることだったり、うん、つながりがやっぱこう出会うことによって今までよりもちょっとこう膨らみが出るというか、うん、そういう機会を体験させていただいて、すごく刺激に的になりました。はい、ありがとうございます。ちょっと私はこう今日も改めて思いましたけども、いろんな階層の人といろんな、まあ背景を持っている人がやっぱりこういうところに集って、はい、一つのテーマを共有するというのはすごくこう意義があるなと思いましたね。なんか多分今のなんかオールドメディアもやっぱりいろんな意味で疲弊してて、なかなかそういうなんかみんなで考えたりこうなんだろうな、そういう場ってじゃあウェブができたからってそういうふうにこういろんな意見が、うん、みんなで考える機会になるかって意外と偏っていくんだなっていうのを思って、そうですね、はい、うん、そういう意味ではこういうリアルにこう会う場所っていうのは非常に意義があるんだなって今日は思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。皆さんも感謝でございます。皆さん考え方が、まあ、本当一緒でなんかまあ、すごく統一されたような印象を受けました。でやっぱりこうなんですかね、
つながったことがあっぱれなわけじゃなくて、こうつながろうとすることがなんかあっぱれな気がするので、まあ、こういう機会にまあ参加してみようかなと思ったアクションだったり、まあ、なかなかシェフが何かアクションを起こそうということもそうなんですけど、なんかこうつながろうとすることがまあ日本人にちょっとまだ足りてなかったり、コミュニケーション的な問題もそうだと思うんですけど、まあそういった部分でなんか少しずつですけど、まあここに三十数名ですけどいる人たちがまあそれぞれ分母を増やしていっていただけたらなと思います。今日はありがとうございます。どうもありがとうございました。味わうことの楽しさだったり、その楽しさの伝え方をお客さんにどう伝えるかっていうところが話の中で一番ピックアップして、そこが気になりました。結局、まあ、1日24時間しかないので、まあ、寝てる時間、仕事してる時間、いろいろ引いて多分4時間とかしかないんですけど、その中でも僕は絶対2時間ぐらいはインプットの時間取っているので、まあ、引き続きそれを続けていけたらなと思います。それぞれいろいろ、まあ、もちろん違うと思うんですけども、特に印象的だったのは日本のこの、まあまあまあ、丸の内でどうするのかっていう話で、何が発信できるのかっていう話で、まあ食文化もがためというか、その価値を上げることによって最高のこの防衛になるっていう、あ、これすごいいい考えだなと思って、まあ、そこに、はい、すごいこう共感しましたね。はい、最近ですけど、本当に最近いろんな若いラーメン屋の子たちが、あの時あれを食べたからとか、イベントであれを、話をしたからとかっていう、それがきっかけでいろんなことが今こうなんですよって少し時間が経って言ってきてくれたりだとか、やっぱり僕も先輩ラーメン屋さんとか、まあ、他の料理人の方からもたくさん、刺激をいただいてきたので、まあ、今それが少し自分もできてるっていうことはすごく嬉しいことですね。はい、たくさんのコミュニティの集まる場がレストランになるので、たくさんの課題解決で、ごちゃごちゃになっちゃう可能性があるんですけども、一つ一つですね、ちゃんと答えの知っている生産者とつながって、整理して、お客様一般の方々にその、答えを広めていく、そんな、場所が飲食業だと思います。そうですね、やっぱり働き方っていう部分は、飲食業の中で、まあ、最大の課題になるんじゃないかなと思います。やっぱり料理人の方々が共通して言っていた時間っていう部分ですよね。時間をどうやって作るか、やっぱりそれがいろんな問題解決につながっていくと思います。なので並行して薬師さんの言っていた30時間っていう部分を、自分もようやく週休2日制にできた立場なんですけれども、そこからさらにですね、労働時間の短縮、働き方、余白の時間っていう部分をちゃんと考えなきゃいけないなと思いました。はい、いかにこう伝えるかっていうのが、やっぱこれからその特に食の現場っていうのは重要だと思っているので、まあある意味そういう戦略的な情報戦っていうのも踏まえて、やっぱり料理人の方って多分すごくそこをここからどうしていったらいいんだろうなって興味があるんだなっていうのは実感としても思いましたね。はい、まずその労働環境としてのその社会性をどう今の時代にこう、しかも継続的にその維持していくかっていうのと、あと経営的なこともそうだし、何よりそのまあ廃棄する食材みたいなこととか、まあフードロスだよね、あと資源保護とか、そういうトレーサビリティとかっていうのを一気に多分料理人に求められちゃってるんですよ。子供と子供わざるに限らず。なのでそれをだから面倒くさいと思うか、むしろ発信できる立場とポジティブに捉えるかで多分料理人の人生大きく変わるので、だからそういうことを共有できたのがすごい今日は自分にとっても収穫だったなってこう思いました。そのチャンスをもっとこう実際の、現実的なレベルに落とし込めるかっていうのは、もうまさにこれからじゃないですか。今日の井上さんの
井上シェフのしゃべりって別に饒舌なわけじゃないけど、やっぱり伝わるんだよね。ボソって言った言葉がやっぱり重いから、だからそういう意味では自信を持って伝えていくっていうのはした方がいいと思うんですよね。質問でもあったんですけど、何で自分ができているかっていう時に、やっぱ愛情って言われた方がいて、まさにそうだよなという、やっぱり自分たちはまあ、そういう、まあ、土地からだったり人からだったり環境からだったり、いろんなものをいただいてるんですけど、やっぱそれは愛情と思える、そういう心を、そういう受け手がいるってことにすごく感銘を覚えました、はい。まあ、丸の内に、まあ、こういう場所に来てで戻った時に、やっぱりこうずっとこう島原というか自分たちの土地だけだとそれだけで完結してしまうんですけど、やっぱりこう人が集まるところでやっぱ発信をして、やっぱりそうやってこう言い合う中で、やっぱ自分一人じゃできないこともやっぱこうみんなでつながって意識を共有して、じゃあそれをどうすればいいか考えれば、あのより良いあの未来が待っているんじゃないのかなって思います。はい、伝えるのはとても苦手なんですけど、伝え続けることはやめずにやっていきたいと思います。あのつながるのは簡単だと思うんですけど、まあ、つながった後ですよね。そこからこうどうお互いがより深いつながりを持ってて、でそこから次のアクションに起こせるかっていうのがすごく大事なことなので、なんか僕もその高野さんもそうだし、あの井上さんもそうだし、あのつながってはいたものの、一緒にこう何かしらあの作り上げていくっていうことも別にしてるわけではないですけど、でもつながってたことがきっかけで今回お二人にちょっとこういう会があるんですけどってお声かけをして、まあ、より深いあのコミュニケーションが取れる、つながってた人たちと意見交換をする時間っていうのをやっぱ作っていきたいですよね。